ほらほら、どうした坊主、逃げないと捕まえちゃうぞ。誰か助けて。なんだてめえは、俺たちに盾つく気か。居城までご案内します。お前は不動様の息子じゃないか。どうした、一体何があった。心優しき不動様は、捨てられた子供たちを全て自分の子として育てられているのです。お願い、不動の父さんを助けて。剣王軍がお兄ちゃんたちを竜舎の中に、父さんは彼を救おうとして。残酷ですが、将と会うことが最優先です。我が将の涙を止められるのはあなただけ。いや、不動を救う将の涙もこの子の涙も違いはない。恐怖は知っていよう。足を踏み入れたが最後、脱出は不可能。中心に引き込まれ、やがて死に至る。せいぜいもがき苦しむがいい。ははははどうしてかかって。
かかって。剣士郎さん、なぜ戻りなさった？あなた、自分の未来を、我が将の未来を放棄なさる気か？人の血と涙、己の未来を掴もうとは思わぬ。俺に死はない。将と会うのが宿命なら、必ず会えるだろう。早く上がってこい。龍砂に飲み込まれた300キロの巨体、やすやすと上がるものか。そしてガキを助けるには、龍砂の外に投げるしかない。だが、一瞬にして串刺しよ。このまま死なせはせん。剣士郎さん、受け取って。こしゃくな、撃て撃て。クド、しっかり捕まってよ。この傷の痛みは一瞬だが、お前の死の痛みは一生残る。剣士郎さん。バカな男だ。わざわざ戻ってくるとはな。これでこっちの思うツボよ。剣王様の敵、剣士郎を抹殺せよ。どうしてかかった？している暇はない。早くかかってこい。この人は我々の想像よりはるかに強く、そして温かい。